きチャンネル。ジョン。こんにちは。さあ、ドラフト通信簿スカウトの査定しますよ。うん、はい。今日セーブです。セーブ。はい。はい。セーブの応援歌覚えてますよね。セーブライオンズ。カットバセーライオンズ。思い出した。なんか、このメロディー違うとこだったよ、どうしようと思って。セーブです。はい、今ね、首位争いしてて、うん、で今日、昨日、おとついで、西武にね、はい、あのソフトバンクに2連敗して、うん、どうなんだろうっていうね、はい、ところはあるけども、うん、ドラフトね、はい、チェックっていうところで、19年、渡辺 GM、即戦力のすぐに働いてもらう投手ということで、うん、1位、2位で右、左の投手になったと、採点は1位を佐々木朗希、抽選で外しているので、90点ぐらい、いいドラフトができた、即戦力、どこにいるんだろう。いないですか。即戦力、即戦力ね、宮川のことかな、うん、1年目49試合、2年目29試合、41試合、うん、お投げてんね、登板数、即戦力だね、はい、いたわ、うん、一応投げてますね、うん、でもあの勝ちゲームあんまり来てないからね、あ、そうかもしれない、だからそこの印象があるかもしれないね、うん、ああ、でもまあまあまあ一軍の戦力としてはしっかりなってるね、はい、投げてるっていうところを考えるとね、うん、で2位浜谷翔太、はい、今年は投げてないね、そうですね、うん、で去年1年目12試合、うん、8試合先発3勝3敗、はい、で昨日去年も8試合先発、うん、1勝6敗、はい、ちょっと苦しい展開になってきてるね、はい、だから期待値がやっぱかかってるから投げさせてはくれてんだよね、うん、チームとしてね、はい、でもそこで結果を残しきれてないっていうのがちょっと苦しいね、はい、で松岡幸喜投手、うん、ファームで26試合登板、うん、6.94、 ちょっとあれだね、修行が必要だね、うん、河野亮太、はい、内野手、うん、滝沢にね、そうね、ちょっと抜かれちゃったんじゃないのっていうね、うん、まあ、1軍では7打数1安打1割4分3厘、2軍では2割6分5厘ホームラン4本、うん、だからまあまあいい感じでは来てんのかなっていうね、はい、村上の後輩だね、九州学校、あ、本当だ、で5位柘植ね、うん、まあまあ柘植ね、あの森がちょっとね、うん、なんかマスク投げて骨折した時ね、はい、まあまあ頑張ってるけど、もうね、うん、で井上聖輝投手、はい、広木、広木2軍で1勝3試合、まあ、あんま投げてないんだね、うん、で続いて上間とは、あ、育成になってます、うん、じゃああれだね、はい、で次岸、うん、チャンスあるけどね、そうなんですね、結構出てはいるけれども、うん、掴めてない感じですね、いや打たへんからな、うん、で20年ドラフト、はい、辻監督、スカウトが努力をして足を運んでみた目で判断してやったわけだから、我々現場はそれを信じてまたやるだけだと思います、みんな楽しみですよ本当に、はい、ちょっとなんか意味深なコメントやないよ、うん、そうですね、うん、まあまあでもどうなんですか、監督ってどのぐらいその意見って言うんでしょう、ね、チームによるんじゃない、うんうん、1位渡辺選手、はい、1割8分5厘ホームラン10本、いやこれはちょっと打率低すぎるな、10本打っているけれども、うん、ちょっとちょっとちょっとだね、はい、88試合でだから育てようという意味意識はあるね、うん、で2位佐々木武投手、今年ね、はい、左いい感じでねできてきて、ちょっと軌道はやらかしちゃったけどね、はい、まあまあね2年目にしていいでしょう、はい、山村内野手、うん、2軍で2割9分1厘、うん、まあじゃあ2年目だからね、高卒いい感じで来てんのかな、はい、うん、で4位若林選手、怪我がね、そうですね、痛かった、戻ってきましたけどね、けどその時の輝きがまだちょっと取り戻せてないね、うん、で大曲蓮投手、6試合登板 6.35、うん、2軍でも 6.62、 ちょっと修行が必要だね、ブランド一瞬来たけどね、はい、一瞬、あ、今年試合も出てないんだ、でも2軍で3割4分5厘じゃん、おお、じゃあ2軍ではいい感じ、そうだね、まあ1軍は山川も打ってるしサードね、おかわりとか、うん、だからまあでもチャンスあるかも分かんないよね、はい、で中見川浩太、雄太ですね、雄太、俺どこ見てんだろう本当です、ね、疲れてんのかな一軍じゃない、1割9分1厘修行必要、うん、はい、で赤髪長谷川宮本ジョフス兼豆田水上、これ育成5位だったんですよ、しかももう新人を取りますよ、うん、はい、そう考えたらね、うん、だから多分この年のドラフトの一番
で、うん、最後の方だもんね。そうですね、そう考えるとすごいね。西武の中では一番最後に呼ばれて一番活躍しているという軒並み崩れてるけどね、はい、スカウトの目が見て判断した結果だからね、うん、これが、まあ、でもスカウトの方よく見てましたね。いやいや、あの俺は上で取った選手が活躍しなかったらダメ派だから。あ、まあ、そうか、うん、そうそうそう、よく見つけたなっていう、ね、そう。だって下手したらだって水上選手他がもしドラフト6位とかで取ったら取れなかったわけですよ。そうですね、うん、なんで見つけれなかったんやっていうね、他のチームは、うんうん、だからそういったところの評価はできるけども、はい、上が活躍しないといけないからね、うん、続いて、はい、じゃあ今年のルーキーたちですね、はい、辻監督、隅田投手は腕が振れて攻め込む投球ができる、変化球も多彩、試合を作り状況に応じた投球ができる投手だと思う、はい、ね、隅田佐藤の量産を筑波で取って、うん、これは西武が一番いいドラフトしたんじゃないのっていうね、はい、で3位がね、中央大学の古賀、矢原、黒田、中山、うん、で古市、滝沢、菅井、河村、佐藤、中田と育成ね、はい、うん、取ってますけどもよ、はい、総崩れです。いやでも隅田投手なんかこう勝ち運ない感じでしたよね。そうそうそう、いいピッチングした時に勝たしてやれてないからこうなんだよね、うん、もうちょっとね、いいピッチングした時に勝てれてればね、ちょっと状況変わったかなっていうところと、まあ今年1年やってね、そのプロでの時間の使い方、シーズン残り方、はい、体力維持、っていうところがまあ勉強になってね、来年どうなるのかは期待したいですけどね。1勝9敗ですけど、まあ一応防御率 3.50 ですからね。そうだ、でもここ最近が悪いんだよね、うん、で佐藤投手も 4.12、 3勝3敗、うん、ね、で古賀、まあまあキャッチャーね、うん、はい、で肌黒田、ここ高卒だからね、はい、で中山聖吾、うん、一応1試合1軍で出てますね、まあ、修行だね、はい、何と言ってもこのね、育成には滝沢よ、はい、夏男、うん、ね、夏男って名前がいいですね、うん、今年ね、はい、あの源田がちょっと抜けた時にね、うん、高卒1年目よ、はい、育成できてよ、2割3分5厘、盗塁、まあこう頑張ったよね、はい、非常に楽しみな選手だね、うん、そういった意味ではね、でも可愛い感じで、でもちょっと各ね、うん、メディアが西武が一番いいドラフトしたみたいな、はい、でも結果としてはダメだったね、うん、1年目のね、まあね、隅田投手もうちょっと勝ててる感じでもありましたけどね、うん、そうそう、未来は分かんないけどね、はい、でもそうなってきたらライオンズ、はい、でも西武のドラフトっていうのは過去見ててもいいのよね、はい、さすがき通信簿で前やった時に、うんうん、はい、でもこの3年に限って言うと、うん、評価はプラスとかマイナスとかつかず C、 チームが想定している選手たちが活躍してない、はい、確かに。でも1軍のザ・レギュラーっていう方っていない、うん、だからまあ野手はいないね、隅田投手がローテーション守ってるっていうとか、あとはまあ宮川選手でしょ、投手と、で何かあった時の告げ、はい、で、佐々木健今年ね、あ、そうですね、やっと、うん、で、水上、あ、そう、水上投手がいた、うんうん、で、って感じだよね。そうですね、うん、これはもう今日現状はもう C だね、はい、俺の判断で言うとね、うんうんうん、でもちょっと2軍の帝王もそんないないしね。そうでしたね、そこら辺は若干心配要素あるね、うん、はい、うんうん、あとやっぱ上位3人が絶対活躍しなきゃいけないところ、ちょっと上位3人がね、うん、なかなかっていう感じだもんね。そうですね、この主力どころに来てないもんね、うん、まあ、宮川佐々木とかも頑張ってるけどね、はい、早くねこの渡辺選手っていうの見たいですよね、うん、いい感じが来た。あと若林がね、あの元気さを取り戻してくれればね、はい、面白いかなって思うけども、うんうん、ちょっとあれだね、はい、っていうところは現状あるね、はい、まあ、来年以降は知らないけどね、うん、はい、